始まりました。秘密法、あなたにも関係あるんです。はい。秘密保護法を知っていますか？現行の公務員法や自衛隊法でも、秘密の規定はあります。罰則もあります。秘密を守るには、現行法で十分です。日本政府から秘密が漏れたことは一度もありません。お願いいたします。